はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですが、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今回ですね、この青森、リンゴ検定に関する記事がちょっと面白い記事が出ていましたので、こちらの関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず記事はこちら、弘前経済新聞からです。青森リンゴ検定公開、超上級編で解けるわけがない出題もありますね。これですね、まあ、こんな感じですね。次の3つのうち6つはどれとどれ、 1,2,3 どうなんでしょう。1と2、1と3、2と3、まあどれかなんでしょうけれども、6つ、これが6つっぽいですよね。1番、これはなんか王林という気がするんで、1と2かなという気もするんですけど、どうなんでしょうか。まあとりあえず記事を読んでいきます。青森県りんご対策協議会が8月20日オンライン検定、青森りんご検定を公開した。りんごの品種や機能性、豆知識などの出題範囲とし、ゲーム感覚でりんごについて学べる同検定、コロナ禍で自宅でもりんごの魅力を知ることができる試みとして企画したと、青森県りんご対策協議会の担当者。検定は基礎編と超上級編の2種類を用意する。基礎編は50問出題で8割以上の正解で合格となる。不正解となっても回答を解説から学ぶことができるが、超上級編は全100問正解のみ合格となり、回答解説は合格したのみ表示される。超上級編は1問でも間違えると最初からやり直しとなる。同担当者が超上級編の合格者3人ほどいるが、そうですね、これは記事が24日時点で3人いると、まあ、もう少し増えているかもしれませんね。こんな問題解けるわけがないと笑ってもらえるようなレベルで作っている。挑戦者の反応を見ると、勉強をし直す、基礎編でも難しいといった熱心なコメントもあり、企画した甲斐があったという側を見せる。青森県りんご対策協議会では9月1日からツイッタープレゼントキャンペーンも行う。合格認証画面をスクリーンショットなどで保存し、ハッシュタグ青森りんご検定で投稿した40人を対象に、青森県産りんごと青森りんごのレアグッズの詰め合わせを抽選で進呈する。青森県のりんご農家の当選者に限り、りんごの代わりに限定のエコバッグに変更可能。キャンペーンは9月30日まで。同担当者は、青森はキキリンゴや見た目で品種が分かるといった噂があるほどの県民性、挑戦は何度でもできるので、ぜひ実力を試してほしい。県外の人たちにも今日検定をきっかけにリンゴについて関心を高めてもらえればと呼びかける。参加無料。青森リンゴ検定は青森県リンゴ対策協議会ホームページで公開しているということですね。はい、少し前に言いましたが、こちらですね、この青森県で、青森発リンゴで選ぶ認証が、こちらちょっと記事を紹介しましたけど、今回さらにこう難しい検定が出るという、検定が実施中ということですね。こちらがですね、サイトなんですが、こんな感じでこういろいろこう、リンゴのメニューとか、そういったものの中にですね、こんな感じなんですが、まあ、そういうものの中にこちらですね、リンゴ検定基礎編と超重級、まあ、チャレンジするときをクリックしますとですね、まあ、こういう感じで、ニックネーム、こういうニックネームと都道府県、こういうのを入れると、開始することができるので、ぜひやってほしいなというふうに思います。で、まあ、記事にありました通り、基礎編は50問あって、40問正解すると合格。で、超上級は100問あって、100問全部正解すると合格なんだそうです。まあ、その前にこんな感じですね。りんご検定合格者にツイッタープレゼントキャンペーンですが、そういうものもやっていますね。それも、このサイト自体もですね、結構レシピとか出ていますので、再度こう一通り見ていただくだけでも結構楽しめると思います。で、さらにその上にこの基礎編や上級編で挑戦していただいて、こちらですね、ツイッタープレゼントキャンペーン、まあ、こちらと合わせて楽しんでもらえればなというふうには思いますね。こんな感じです。で、応募期間がですね、こちら9月1日から9月1日、結構期間がありますので、なんとか挑戦して、正解してから合格してからでも十分間に合うのではないかなというふうに思います。こんな感じですね。ではこちらですね、今回の紹介しましたこの、弘前経済新聞の記事とですね、こちらの、サイト、概要欄にリンクが貼りましたら、興味ある方はクリックして読んでいただいて、ぜひこちらの検定の方に、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、では今後もこうした形で地方紙などに掲載された良い入社や楽しみで皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。